そして4月20日に子どもたちに返せたのってうちだけなんですよ。それって被害が少なかったからじゃなくて、もう当然学校避難所になってたんだけど、もう学校は子どもたちに返すっていう市の復興本部の、方針もあってですね、でもう皆さん何もない中、学校にいる皆さんに、ここは子どもたちの学校だから悪いけど別のところ移ってくれって我々が直談行って、まあ怒られましたけど、移ってもらって子どもたちにまず学校を返せた。その動きがあって、学校のグラウンドとかに仮設を建てずに済んだっていうような、一つその4月の流れとしてはですね、まあ、もう一個特徴的としては、まあ、8歳以来の縁なんですが、デンマーク奥さんとの縁っていうのがすごい我々としてはありがたい。6月に皇太子していただきましたけど、あと関連企業さんもうちに対する継続的な支援の申し出を今受けてまして、あと9月には市内の中学生が実際ホームステイして過ごしてきたりしてですね、一つのその、まあ、復興の意味、復興って何だろうなって考えると、今ね結構簡単に復興とか使われちゃうんですけど、今やってるのは復旧なんですよね。元に戻そうとしてるだけなんで、本当の意味でのソフトハードの復興っていうのは、本当にいろんな民間の方々の、協力なしには成し遂げられないと思ってますので、まあ我々は粛々とその辺をですね、受け皿を今作っているというところです。きっかけは、まあこれはもう EU 大使館全部退避命令出てる中、デンマーク大使館はもう被災地に入らなきゃいけないって大使が燃えてまして、ただそのね、自治体の壁に邪魔されて入れずにいたところ、まあそういったたまたまの縁で、じゃあうち来てくださいよ、そこから始まってます。素晴らしい国だと思います、本当に。